西洋戦争でチリ海軍がししししててて編入し現在も記念館として保存している1864年にペルーがイギリスのレアードブラザース社に発注してバーケンヘッド造船所で建造された装甲館である。この時代のペルーはコロンビアの南部とボリビアとチリ北部を領有する大国であった。当時、 ペルーを含む南米諸国とスペインの間では、陳茶諸島戦争が勃発し、海軍力増強の必要があった。装甲艦のうち、本格的な搬送設備と砲塔を有する、砲塔艦と呼ばれる形式のものである。もっともしばしばモニター艦にも分類され、ペルー海軍の公式サイトでも、モニターと表記されている。 1865年10月に浸水、翌月に収益した。官名は、インカ帝国皇帝ワスカルにちなみ、ペルー海軍の同盟官としては2代目である。収益時の、ワスカル、ワスカルの監守部、ワスカルの主法党と、総合配置図、ワスカルの模型。手法党の社会を得るために、選手楼が極端に短くされたため、公開時は、 原盤が建てられた。戦闘時には、原盤は、原盤を下方に倒して、手法を使用した。搬送は、ブリガンティン式である。戦隊形状は、排水量に比較して、しのげな未成を良くするために、艦首の未還元が、高められた、単戦手老板型戦隊を採用している。航行には、ット。 蒸気機関が使用されたが、後に搬送設備は撤去された。砲塔は、コール図式砲塔1機を、船体中央付近に装備していた。水面下に、昇格のつく、艦首船首楼のすぐ後ろに一番マストが立ち、そこから甲板一段分下がった、中央部甲板上に、円筒形の主砲塔が1機が配置され、その中に、 アームストロング25.4センチメートル格好法を連想砲画で2門を収めた。主砲塔の背後から幅の狭い上部構造物が設けられ、両脇に船橋を持つ露天環境の背後に一本煙突が立ち、その周囲にはキセル型の通風塔が立ち並び、煙突の後方から上部構造物が設けられた。そこは関西手置き場となっており、 日本一組のボートダビットが片言二組と完備に一組の計五組で運用された。その後ろに二番マストが立つ。ワスカルにも搭載された三百ポンド砲。写真は総交換スルタンのもの。復元後のワスカルの手法とワスカルにも搭載された四十ポンド砲。写真は総交換ウォーリアのもの。ワスカルの手法には 1861年型300ポンド25.4センチメートル前、装填式格好法を採用した。その性能は、重量185.97キログラムの砲弾を、最大行角で5500メートルまで届かせられる、性能であった。手砲針の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は人力を必要とした。発射速度は5分に一発であった。 設計の単層砲塔に2機が配置された。砲牙の不行能力は、行角20度、深く5度である。旋回角度は、左右150度の旋回角度を持つ、補助に、四砲塔の形式は、前述通りに、イギリス海軍の装甲艦に広く用いられた、ゴールズ式砲塔である。構造を表すと、砲塔の基部は、甲板部よりも掘り下げられた位置にあり、 砲刀は半ば埋没した形ではめ込まれている。砲刀の台座は、コマのように、中心部に刺さった軸を中心として旋回するもので、台座の側面に付けられた刻み目が、歯車の役割を果たし、人力の旋回ギアで駆動する仕組みとなっていた。このため、溶断機構は、砲刀の元に配置できず、船体下部の弾薬庫から、砲刀の側面まで砲弾を引き上げてから、 台座の下を砲弾を運ぶ必要があった。砲室内に運ばれた砲弾は、砲室の上部から滑車で吊り下げられて方向まで移動されて装填作業を行った。他に近接火器として、1859年型40ポンド12センチメートル五層式ライフル砲を単装砲がで2機を完備に搭載した。アンガモス海戦時のワスカル。 アンガモス海戦時のワスカル。新茶諸島戦争末期の1866年1月に、総合フリーゲート、インデペンデンシアなどと共に、イギリスを出発し、途中でスペイン側の船2隻を逮捕しながら、同年6月に同盟国のチリに到着した。開港後、停戦まで大きな活躍の機会はなかった。1868年2月に、 ペルーへと移動し、新艦長として、ミゲル・グラウが着任した。彼は1876年までの長期間にわたって、その地位にあり、この間の経験が、後の南米の太平洋戦争で役立つことになった。1877年5月に起きた、反乱事件で、ワスカルは、反乱軍に占拠された。ワスカルは、反乱軍将兵の操縦で、ペル政府軍艦隊及び、 イギリス艦隊と交戦した。この際に、イギリス艦隊のフリゲート、シャアから、史上初の魚雷攻撃を受けたが、命中は免れた。約1ヶ月後に、ワスカルは、政府軍に投降し、艦隊へと復帰した。ペルー・ボリビア連合軍とチリの間の、太平洋戦争では、ミゲル・グラウ・提督の指揮の下で、ペルー海軍の主力艦として活躍し、 1879年5月21日の生き家の海戦で昇格により、チリ海軍ゴルベット、エスメラルダを撃沈した。さらに、通称破壊を行って、成果を上げた。しかし、同年10月8日に起きたアンガモスの海戦で、チリ艦隊に敗れ、露格された。アンガモス海戦後のワスカル。アンガモス海戦後のワスカル。ワスカルを露格したチリ海軍は、 すぐさま整備して、自国の艦隊に編入した。1880年2月27日には、ペルーのアリカ港を攻撃し、ペルー海軍のモニター艦、マンコカパックなどと交戦して、港に封じ込めた。そのまま、同年6月のアリカ艦落まで、マンコカパックの脱出を許さず、自沈に追い込んだ。ただし、ワスカルモ艦長が戦死した。 1885年から1887年まで改装工事を受けた。機関やスクリューの乾燥など大規模なもので、砲塔の動力化も行われた。1891年の地理内戦では、反乱を起こした議会軍に使用された。議会軍の勝利まで、陸上への艦砲射撃や、戦護衛などの活動をした。1897年に機関部で、 爆発事故が発生し、一旦は除籍となった。1905年に宝冠としての再生工事が検討されたが実施されず、その後、1917年から1930年まで HQ 潜水艦部隊の渓流母艦任務に使われた。1920年代に取られた、ワスカル。1930年代に修復工事が行われ、 1934年に記念館として現役復帰した。1951年から1952年にかけて1878年時点の状態への復元工事が行われた。1971年から1972年にもドック入りしての大規模な整備が行われ、船体の全面回収や機関の再生産品との換装がされた。 その後も樽川野に、渓流展示されている。生き家の海鮮の絵画。右が、ワスカル。記念館となったワスカル。記念館となったワスカル。ありがとうございます。